プリシラ・バーンズはアメリカ合衆国の映画、舞台、テレビドラマ女優。人気テレビコメディ番組スリーズ・カンパニーにおいてスザン・ヌ・サマーズが演じたクリッシー・スノーと入れ替わりに登場したキャラクターを演じたことで知られている。彼女はそれまでのブロンドの女性の描写に対する視聴者の不満に番組が応えたかのような私的な看護師テリー・オールデンを演じた。バーンズは以前 ジェニーリー・ハリソンが演じたシンディ・スノー役のオーディションも受けたが念を取り過ぎているとみなされ、落とされている。バーンズはスリーズカンパニーで有名になる以前は美人コンテスト嵐として知られていた。10代の頃はダンサーになりたいと絶望しており、最も初期の映画出演の一つは、ホラー映画、タイガー・シャーク、チントレラの早くだった。 ハリウッドボールに出演中、彼女はステージから落下し、顎を砕き足を骨折した。これにより彼女はダンスの仕事を断念した。有名になる以前に、彼女はジョアン・ウィッキという偽名で、ペントハウス氏、1976年3月号にペントハウスペットとして登場した。同氏に登場時の交渉スリーサイズは89から58から91センチメートルであった。 あとに雑誌社が彼女の本名で写真を再発行した時、バーンズは雑誌を訴えた。バーンズは最終的に女優に専念し、スタスキーハッチ、ロックフォードの事件へも、ラブボートなどのテレビ番組に出演した。スリーズカンパニーのテディーオールデニアクにキャスティングされたことで、バーンズは即座に広く知られるようになった。彼女は1981年の 第6シーズンから1984年の第8シーズンにかけて72のエピソードに出演した。1998年、彼女は E の番組トゥルーハリウッドストーリーにおいて共演者のジョイス・デビットとは生涯の友人になり番組を通じて有名にもなれたが、それでもスリーズカンパニーは人生で最悪の3年間だったと語っている。バーンズは 番組の2.3回分を取り終えた後、不快をあらわにして役から降りたいと申し入れた。バーンズは制作者との意見の相違にもかかわらず、番組に縛られ続けた。バーンズは豊富な舞台経験とともに、多くの映画にクレジットされている。特に、007消された、ライセンスにおける CIA 捜査官、フェリックスライターの不幸な花嫁、デラ・チャーチル役や、 ケビン・スミス監督のモール・ラッツの占い師役が知られる。2005年のロブ・ゾンビ監督の映画デビルズ・ディジェクト・マーダー・ライド小2ではグロリア・サリバンを演じ、2006年の映画 THR3 いい影なきは草つまで気が触れた女性バリンダ・パーソンを演じた。バーンズは2003年に俳優のテッド・モンテと結婚した。ありがとうございます。